田中大輝のアスリートチャンネル。今回のアスちゃんはプロ野球界のレジェンド、近鉄バファローズでも活躍した金村義明さん編第3弾です。やっちゃうの全然迫力ない初めて大木さんが思ったんちゃうかな。シャントセイか近鉄伊手前打線誕生秘話、あの野茂英雄投手との知られざるエピソード、そして伝説的な名将大木明監督との思い出まで、今回もプロ野球ファン必見、目が離せないアスちゃんならではの激アツトーク満載です。ベンチの顔を見てる小木さんと待機になった時に見てしまったので涙。へえ。ここからは、プロ入りされました金村さん、近鉄について伺っていきたいと思いますが、はい、知ってるかな丹野さん、近鉄といえば伊手前打線っていう。はい、わかりますか。はい、伊手前打線、もちろんちょっと私はもともと知らなかったんですけど、ちょっと調べまして、うん、いやでもこういう何々打線っていうのが今なかなかないじゃないですか。なんかでも昔は結構いっぱいあったね。それがチームカラーになってね。はい、僕らの時はだから入った時、僕まだパ・リーグに2部制だったからね、前期後期やったし、2部制、うん、前期優勝、後期優勝、そうなんです、うん、そういう時代だったし。私ちょっと調べてびっくりしたのが、伊手前っていう言葉を知らなくって、うん、方言ですもんね、関西弁ね。でそれを調べたら、ちょっと調べたっていうか浅村に聞いたんですけど、うん、伊手前って関西弁かなと思って、で聞いたらなんかやっちゃうぞっていうことですよね。そうやっちゃうぞ、やっちゃうぞ、全然迫力ない伊手前ぞっていう河内という大阪でも南河内の方だから下の方ですよね、うん、言葉も汚いしね。僕は宝塚で生まれ育って18年そこにいたから、汚い言葉出ないんで。本当そうです、宝塚歌劇団があるの、それが一番悩んだね。藤寺行ったら、はい、もう主語実語ないからねまず主語は電話したら、まずもしもしからスタートやろ、はい、お金おるけみたいな。あだから今晩秋行ったらちょうど気が合うよね。いやもうそう、うん、もううちのやつもいきなりもう本題入ってますもんね。もう連れてってというのをてててで終わるそうそうそう、てててちょうどてててってもうそんな感じやから。いやすごい、もう球場もなんか駐車場もなかったしね。あそうなんですか、うん、近鉄夜も北新地行ったりするんですか。行かない行かない行かない、そんな南大阪からもうそんな行くわけないじゃん。まあ南が精一杯かな。ナンバーでじゃあ大体夜はナンバーってそこまで行かないよね。ナンバー大阪球場で試合あるときはもうナンバーそのまま直で行くけど、あ、はいはい、ただ怖いのは南海ファンがつけてきよるから必ず矢尻よんねんなついてくるんですか。ついてきよんねん探偵みたいなやつがおんねん、南海ファン私生活まで調べ上げてねで、ヤジがものすごい面白いんで、何回も。で、もう少ない客の中でヤジやりやりするから、もうベンチで何回笑い出されて、ね、で、やっぱり西と東の対抗戦みたいやからね、はい、必ずパ・リーグは。東には東京ドーム借りてる日本ハムがいて、はい、黄金期の西武がいて、そのロッテは川崎で。はい、親近感あるよね、はい、親近感のってシンパシー感じますか。知ったロッテ球場でね試合終わったらもう穴という穴真っ黒けなんだよ。そんなで野球やからね。今のロッテと全然イメージ違う、ね、違うロッテはもう千葉ってどれだけ爽やかなったか。今の西村さんなんてまだ俺どうちょっと近いからね、はいはい、ロッカーで陽気がいかったよ。トレーニングルームで着替えてたよね。ロッカー行ったら有藤さんはいるわ、村田兆治さんはいて落合さんがいるとなったらロッカー行かれへんぞ。すごいですねそのメンバー。何してんの。いやここで着替えてるんだ俺らって入れないですか。僕もだから1年で寮出て寝るとこなかったら球場のロッカーで何回も寝たことあるしな。もう朝早いし2軍の試合なんか朝早いしな。壮絶なんですよ。聞いてアンダーシャットとかみんなクリーニング屋してくれないから自分でしなきゃいけないから、ね、あ自分で洗ってたんですか。もうコインランドリー行ってそうなんですか。ユニオンだけは洗ってくれんだけど、あそれ以外のウェアは自分で洗う。ユニオンももう枚数決められてるからみんな継ぎはぎだらけよ。へスライディングしたら近鉄で良かったなと思ってありますか。いやいい仲間と巡り合えた野茂とかね。野茂さん、野茂石広、石広さん、三山さんみんな近鉄出た人間ね。まあそうですね。出た人間はまあ俺から下のやつはみんな毎年集まって、飲み会とかするんやけどね。野茂さんが入ってきた時でどんな感じだった。新日鉄堺から来た時は野茂はね、大木さんが優勝した次の年やったから、大木さんはもう死ぬまで言ったらラッキーやったと。残ってたのが野茂だから7人外してるわけ。そうなんですか。選ぶん違う、残ってるのがそれしかない。へえ。
から個性を潰さないしね、もうだからあんなない方してたら解説者の人は見なあかんって言ってたもん、全否定だったんですよね。全否定で走られまくるし、はいはい、でサイパンキャンプから来たらね、マスコミバーッと来たから急にね、はい、フライデーとかも出だした頃だしね、いらんことできんじゃないか、そうか、連れてくんだと思う、マスコミする感じよ、サイパンなんか極楽やな夜はな、はい、で飲むを見たらブヨブヨ太りやがって休みの時はバナナボート乗らされてそう写真撮られて、もう定番ですね、プレーキューニュースで定番ですね、もう取材行ったら飲むしかないしもう青野は住んでるし、青野さん前の年は優勝でな、青野さん住んでるんだ、そりゃ住んでるわ、ね、住んでもんやんか、飲もう入ったらやっぱりな、のみんながマスコミ食いつくやろ、最初紅白戦でもヒューが行ってもマキさんにホームラン打たれたりなんか全然やったよ、あ、そうなんですか、調整は任せてて遠投ばっかりして、で走り方見てもどんくさそうやわ思って遠投ばっかりしてるし、で紅白戦でも打たれよるし、オープン戦でもまた打たれよるし、それも下位バッターによう打たれるな、あ、そうなんですか、上位は抑えよるのに、で開幕してもまだあかんかったんや、開幕2試合ぐらいかな、フォアボールばっかりでも初めて大木さんが思ったんちゃうかな、シャントせんかでみんなの前で、うん、通路ぐらいのところでな、はい、あいつも怒られたら2回ぐらいしかないって言ってたの、それの1回、あ、そうなんですか、そっから次の試合からアホほど勝ち出して最多勝5年で5年連続最多春先全然だったんですか、うん、全然それももう任してたしね、あの調整も、いやでも野茂さんぐらいからさ、はい、あのその奪三振ショーをまとめた映像が出始めたのは今日の三振みたいな、野茂さんってどんな人柄の方だったんですか、あのままボーッとしてる僕とドボーンでもものすごい野球好きで、もう野球オタでね、あ、そうだな、でも表あんまりねと、その新日鉄でもあれ、新日鉄の下請けの社員やったから、あ、新日鉄社正社員じゃないんですか、高卒だしね、あ、そうなんですか、で環境もうちとよう似てたし、貧乏でね、工業高校ですよね、写真が、でプロ入って意固地なとこあるよね、あの内方絶対変えないし、こだわりはで黙々と走ってるし、もう自分のやることずっとそのままぶれないよね、でフォアボールばっかり出すんよ、で俺サードからまあ、お前なもうええかにせえよってピンチになったらマウンド行ってこっち打たすなみたいな、はい、いやいや打たせるじゃん、思ってるじゃないですよ、出すな、逆じゃないですか、向こう打せ、向こう打せほんでいつもでたまに飛んできたらエラーするやん、許してくれていつも迷惑かけてますからいや、そうフォアボール10何個出したりすんのに、そうですね、でキャッチャーも怒られるやろ、清原とか向こうの門田さんとか強力なバッターの時になったら、はい、向きなって一挙るから、はい、たまにやっぱ打たれるやんか、はい、キャッチャー怒られるわな、はい、見てるフォークマネーねってそれが面白かったよ、はい、だからそういうなんか僕らが優勝したアクルト氏入ってきたからね、そうですよね、99年ですね、そうやね、だから98年が 10.19、うん、ダブルヘッダーロッテ、これね、これ次の年に優勝したから2年続けての我々ドラマだから、あ、なるほど、そう1年だけじゃなくて、10.19 の時は、うん、骨折してね、そうですよね、うん、登録抹消になって家で見てらっしゃる、5試合6試合ぐらい前にもう残り2週間、え、もう絶対西武の方が有利やって残ってるゲームも強いしね、はい、で日程も楽で負けないだろうと、で近鉄は残り10何日で13試合かな、ダブルヘッダー2回のでも勝ち続けていったん、あ、そうなんですか、うん、もう負けれないという状態までなりながら、でその時に僕は関西球場でセカンドランナーでスライディングした時にこうテーピングしながら出てたから、体重かかってボキッと、で自警医大行ってギブスはめられちゃったから、あ、じゃあもう無理だと、もう無理で自宅でふてねやな、もうギブスはめてパジャマ着たまんま、このやったら残り5試合になっての離脱で、でまた買ってまた大阪帰ってまた行くっていう時に電話かかってきて、大井さんと中西さんから、はいはい、お前がおったかここまで来たんや、来いと、東京には来いと、うん、優勝するから来いと、で代わりに出たのが吹石和恵ちゃんのお父さん、吹石さんがあの地味な人がまた電話してくれて、お前の代わり俺が頑張るって言って、もうその時にね、どうしようかな、いかんとっかな、ギブスはめてるしね、ユニオーム切られへんし、でもみんながダブルヘッダー、最後のダブルヘッダー呼んでくれたし、
前の日もナイターやってるし、うん、ホテルもマネージャー取ってるし、チケットもお前送っとくから来いよ言われてたから、俺にできることは優勝すると思ってたから、よし銀座の手配しかないって言われて選手会会長だし、それからもうその前の日みんなナイターしてる時にまた買ってるし、途中経過もう銀座行ってギブスはめたまんまね、行きつけの順番に行って、明日終わったら何人連れてくるか、十何人、ピッチャー違うで野手だけね、予約して、で六本木行って、もう朝まで二次会は六本木のここで、朝帰ってきたらみんなが出て行ってる時にちょっと仮眠して、で1試合目の途中ぐらいから俺が行ったら、もう景色が違うわけ、今まで見てた川崎の雰囲気と、人が溢れてるわけ、ゾクゾク歩いてる、なんか噂でね、川崎球場が大変なことになってるぞみたいな噂で人が集まってきてて、で僕は、うん、噂読んだよな、こっち試合してるって、裏競輪場やしない、関係ないやつまでみんなほんで球場入れんぐらいになってて、カルラですって入れてもらったら、ものすごいもう大接戦で、ほんで俺の同級生の亡くなったけど鈴木隆久がホームスライディングして中西さんと転げ回ってんの、その横でギブスはめたまま俺泣きながら見てて、うん、で1試合目勝ったのよ、それでね、梨田さんもそこで引退なんやけど、その試合で、そうなんですか、うん、でセンター前行って勝って、だみんな帰ってきたら粟口さん、梨田さん、ベンジャミン・オグリビー、みんなもうひそかの泣きそうな顔してる、泣いてるやつもいるし、2試合目あと最後やベンチ入れ言われて、ユニオンあれいやジャンパー借りて、えじゃあ下着てないのに、うん、私服で持ってにバレんようにバッティングゲージも後ろでこないしてベンチ入って思いっきりやじって、ほんとあの吹石さんってね、もう地味で絶対ガッツポーズなんかしたことない人やね、ホームランって買ってきてね、もう泣いて俺抱き合いしてね、和歌山の、うん、まあその時にまた有藤さんがこう揉めてちょっと遅延行為みたいなになって、うん、伝説やね、でやじって、ね、で試合時間切れ負けはしなかった、ね、引き分けで何も差で優勝を逃して、はあ、で小木さんは亡くなるまで人前で泣いたことない言うけど、もう試合終わった時俺もトイレ行って、俺らもうずっと号泣だから、ベンチで倒れてる小木さんと二人きりになった時に見てしまったのよ、涙で、へえ、今体しばらくてもう言うなよみたいな目で、次回のアスリートチャンネルは金村義明さん編第4弾です。お嬢さんに呼ばれて俺は FA で手挙げていて言ってたら1年伸びた大ちゃん知らんやろって思うよ、よし、ほんだステーキ食べに行こう当初星野誠一さんに誘われ中日に移籍を決断、その後怪物ルーキー松坂大輔とプレーした西武時代と波乱万丈の移籍物語をたっぷり語っていただきました。お楽しみに。いつもアスチャンをご覧いただいている皆さん、そして初めて見てくださる方も本当にありがとうございます。今回の動画を見ていただいた感想やご意見をコメント欄にいただけると嬉しいです。そして高評価ボタンもよろしくお願いいたします。 SNS でこの動画をシェアしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回この動画でお会いしましょう。